中国堀集団講師は中国を拠点とする企業グループである。堀集団は中華人民共和国国務院の承認のもと、1993年2月に堀鍵有限講師を中心として設立された。国務院国有資産監督管理委員会の指導、監督下にある企業の一つである。貿易、不動産を中核事業としながら文化関連事業を開拓している。 北京、上海、広州、新圳、武漢、調査、天津、ハルビン、新洋、重慶、香港ほか各地において関連事業を有し、成功を収めている。国際貿易事業は、堀集団の中核事業である。2005年に、中華人民共和国商務部が発表した、中国の貿易業者、上位500社のうちでも63位の位置を占めている。堀鍵は、 軍事関連製品の貿易に注力する一方で、石炭採掘や鉄鉱石、原油探査などの資源事業への投資も積極的に行っている。近年では中国国際貿易促進委員会と共同して中国国際展覧中心への投資も行っている。堀集団は国務院国有資産監督管理委員会によって軍事関連製品の貿易に従事できる 唯一の企業として認定されている。不動産事業は貿易事業と並んで堀集団の主要事業である。これまでの数百億人民元の投資によって1300万平方メートルの開発と1500万平方メートルの用地取得が行われている。掘集団の不動産事業は中国国内では掘り棒機産集団古墳有限講師がまた中国国外では 堀投資有限講師がそれぞれになっている。文化関連事業は、堀集団が近年特に注力をしている事業分野である。堀文化集団古墳有限講師が中心となり、劇場公演、劇場管理、骨董品販売、芸術作品の競売、映画、テレビ番組の制作、映画配給、映画館管理などを行っている。中華人民共和国文化部によって、 文化産業における、ロールモデルとして指定されている。和平、中国掘り集団講師副投事長、総経理、総参装備部少将備目軍、中国掘り集団講師副投事長、東洋、中国国際友好連絡会副会長、中日友好、和平、発展委員会副主席、大小朝、中国掘り集団講師、党ごと、副総経理要選、連、解放軍総参 ありがとうございます。